ンポン。よっし、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ちょっと待って。え、何してるの？なるほどね。何？オッケーオッケー。よし、じゃあもう一回やって。もう一回？いいかな。うん。いくよ。じゃんけんポン。イエーイ。あー、ちょっと仰いでもらっていいですか？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。なんでやねん。え、今何見てたんですか？これはじゃんけんの必勝法なの、うん、え、必勝法？あるルートから入手した特別な必勝法なの。あれ、でも私今勝っちゃいましたよ。これはね、うん、パーを出すべしっていう必勝法だったの。そんな必勝法があったんですか？ある統計によると、うん、じゃんけんで一番出される確率が高いのはグーと言われてるんだって。なるほど。だから確率的にパーで勝てるんじゃないかって。あー、チョキ出しちゃった。勝てなかったな。他にもあるんですか？ちょっと待って。もう一個あるから。もう一個ある？もう一個やる？あるよ。もう一個やりましょう。いくよ、いくよ。最初はグー、じゃんけんはい。イエーイ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 あー、いいですね。涼しいですね。あの、ちゃんと見たんですか？ちゃんと見たよ。なんて書いてあったんですか？最初はグーからチョキを出す、うん、うん。人間の心理として2回続けて同じ手は出しにくいので、うん、相手は最初はグー以外のチョキかパーを出す確率が高い、うん、そこにアイコが勝ちになるチョキを出す。なるほど。おかしいな、必勝法のはずなのに、うん。じゃあ最後の必勝法は特別にアミタにも教えてあげるね。え、それ合ってますか？ちゃんと何ですか？じゃんけんは、うん、勝ちたい気持ちが強い人が勝つ。お、すなわちテンションが高い方が勝つのである。なるほど。確かに、でもそれはあるかもしれないですね。やっぱね、気持ちで負けたら何事も負けてしまうから。うん、わかりました。やりましょう。やりましょう。よし、もう必勝法なんていらないわよ。もう私今んとこ全部勝ってるんで、いける。3度目の正直ってやつだね。さあ、続いていこう。よし、いくよ。いつでもいいですよ。いくよ。じゃんけんぽーい。あれ、すごい溜めるから。ちょ、もう一回、もう一回。なになになになんかあった？タイミングずれちゃって。タイミングずれちゃった。そうそうそう、恥ずかしいことになっちゃったから。もう一回。でも見てなかったから大丈夫。大丈夫だ。全然気にしないで。今の出す？気にしないでいこう。あ、気にしないで、うん、じゃあもう一回ね。はいはい、じゃん、けん。いや、一回。ぽーい。あー、やった。あー、やった。ちょっと仰いでもらっていいですか？すいません、全勝だ。やった。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。涼しくなろうと思ってやったのに暑くなっちゃったね。いや、涼しかったよ。